おはようございます。キレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのですね、頭痛がしております。なんかちょっと風邪っぽいですね。いやコロナ、僕動画でコロナの話題するよ、そんなこと言っとると。ねえというわけでね、まあコロナで深刻化して、なんか最近は工場も止まってんだってさ、すごいこと言ってんね。小学校とか工場が止まるんだって。うちの職場ね、紙一枚でだらけですね。何も買わねえ。というわけで今回はすでにパーティー組んであります。行ってみよう。今回はちょっとしたコンセプトがございます。はい、賢者ね、魔導士の杖ね、賢さは278というとんでもない化け物みたいなことになってますけど、いやもうなったら300いきましたね。今回のチームのコンセプトご紹介いたします。僕がスキャバトルで学んだこと。技が倍切ると貯める魔力上昇、バフ積みだー。バフ積みだー。というわけでこのチームのコンセプト、うわデンタサウルスいるんだけど。ひなちゃん今日何持ってきたの？まあ、今回のチームのコンセプトはバフをかけまくります。はい、どういうことかもう一回説明します。一旦目の動き、これだ。おいと、一旦目なんと誰も攻撃しない。なんと一旦目誰も攻撃しません、このターン。ここまで来ると相当だぞ。あーやめて、なんでディラハンに伝わられたすんの。あー大丈夫やった。はい、今回一旦目なんと誰も攻撃しません。そうでもスキャバトだったらね、スキャバトだったらないですか、こういう光景。スキャバトだったら3ターンしかないのに1ターン目を全部バフで費やすっていうね、ないですかこういうの。え、ない？じゃない。おーい、デューラマイリちゃんどうした、マイリちゃん。ねえ、なんでデンタの方が早いんだよ。素早さ当てになんねえな、ほんとこのゲーム。まあ、バイキルとしようぜ。さあ、みんなバフかけてけ。さあ、行くぜ、魔力上昇。さらに魔力上昇。食べて魔力上昇して。おぉさらに、ここでさらにバイキルと。魔力上昇腐ってんぞ、なんだったら。行くぜー、はーん、バイキルとさあ、みんなもうバフ釣り完了。ただ、これスキャブトと違ってですね、バフ系のものっていうのは、一回しか攻撃に影響しません。なんで、なんだ、スペシャルが天使の鎧だっけな、確かこれ。そうだよな、天使の鎧だ。思い出した。バフ積みは一回しか影響しないんで、その関係上ですね、まあ、スキャバトみたいに、一回バイキルとかければ、ずっと攻撃 5段階上昇とかじゃないです。はい。この一ターンの火力すごいぜ。言っとくけど。はい、ナイスガード、ラッキー。さあ、この一ターンのメラミ、魔力上昇しました。貯めるもしました。バイキルとは見ないけどね。いくぜー！700出た。いよいよだよ、700は。ですよね。そりゃそうだなーと、もう今もね、そうだろうなーと思ったわ。ここでバイキルとして貯めた後の勝ち上げ、いきます。いくぜ、勝ち上げー、いくぜー、なんでそういうことするの。出たわね。うん、ドラムクラッシュ、はい、せーの、はい、もう当たった。貯めるから、バイキル、せーの、はい、どう、うわー、強いなー。本当に君強いなー。完全に魔力上昇が腐ってる展開なんですけどね、実はこれ言うと。いや、貯めた後はやべえよ。さあ、つばぜりはしなくちゃいけませんよ、このターン。なんでこんなに回復するの、向こう。いくぜー。つまりこれ、このターンって怖いな。死に行動いっぱいあんな。行くぞー。今日は開け込んだ？クラコンか。そう！クラコンで負けるはずないんだよ。ミスでやるよ。はい、オッケー。天空の釣りコントローラー低評価いっぱいついたからよ。天空の釣りコントローラーさ、使ったライブ低評価いっぱいついたからさ、俺もクラコンでいいわ。なんで怒ってんの。なんで俺怒ってるように聞こえるような発言をするの。まあ次のターンね、なんかルビスとかしてやればもう勝ちじゃないですかね。まあしゃあないしゃあない、ここで食らう分には仕方ない。いや、まあここでこうなる分には仕方ない。ちょっとこれ怖いのは、スペシャルカードを使ったターンっていうのは行動が選べないじゃないですか。
なんでちょっと死に行動がなんか死に行動の可能性が高いんですよ。ちょっとそれが怖いかなってこの次のなんかスペシャルカード僕は使います。死に行動を3体するとなんかいろいろとまずい展開になるんですよ。どうしようかね。さあ奇跡のも魔法もあるんだよ奇跡も魔法もあるんだよ。スペシャルカード発動。まあこれでもうほぼ安泰ですよ。このパーティーあと1ターン耐えればほぼ勝ちなんで。ただちょっと怖いのはこの2分の1の可能性の死にコードが3体とも選択してしまうパターンが怖くって。お、いいね、いいよ、メラミちゃんと撃った。行くぜ。はーい、ドン強いねー。308も出んのが出た出たわね。はい、オッケー。いやだからこの死にコードがたまたま意外とたまったな意外とたまるもんなんだな。まあまあもう何があろうが勝ちなんですよ。天使の足したし、どんだけ食らおうが勝ちですね。しかもガード、あ、もうこれゴリ押しですよ。ここまで来るともうマウントのガードですよ。マウントガード、ここで倍切ると何してんだデューラ。デューラお前なんかエイドの時も貯めるか倍切るとせえへんだな天使を食べたがりやでなこいつようガードすんな。別にガードしなくてもよかったんだよ。オーバーキルだよ、それは。そのガードはオーバーキルですよ。まあ、ここでね、何食らおうが大丈夫です。何をしようが勝ちですからね。まあまあまあ、ここで何しようが勝ちですからね。麻痺しようが何しようが勝ちは勝ちですからね。はい、いただきました。どっちかっていうと、つばぜりが強かったけど。ちょっとどっちかっていうと、これ、つばぜりがやばかったっていう。よっ行くぞ、みんなおじさんの力を見せるぞ。行けおっさん呼びやこのシュールなね、シュールなアタックでとどめやあれなんかもっとなんか大火力を出すっていうイメージが強かったのが、なんか普通に結構普通の戦いしてる気がする。めっちゃ普通の戦いだった。なんか俺が望んでるものと違う。さてと、もう一回ちょっとこのバフをかけまくった戦いを、待って、煉獄長、なんて待って、翼くん、なんで煉獄長かよ、グダグダをもう引き出してくんの、君は。溜めた後にさ、寝る未来が見えるんだけど、俺。やってんなって言わせんの、俺に。うん、バフ積みだよ。一旦目バフから入るからね。一旦目バフから入るからね、俺は。バフかけまくればいいんだよ、このゲームは。なんかもう変わった技打ってくんな。耐性無視。メタル系特攻。メタル系にも効くからな、あの技。よし、バフ済みだ。行くぞ。よっしゃ、溜めてまず溜める倍切れの魔力上昇三種のね、バフがね、合体します行くぜ倍切れと、いやー、デュラハン実際問題、投げ切りの歌が変わっちゃうの。いや、三体、なんていうかな、投げ切りの歌がそう、もうねえ、嫌な予感がするよ。おい、ロッキーロックなんで、青、はい、すぐ敵を煽る皆さん、こういうことやめますよね。はい、魔力上昇入っていくよー。さあ来た、さあ来たぞ。なんかさ、あの、いろんなプレイヤーはいるじゃないですか。こんなプレイヤー見たことねえよ、でも俺ね、モーバーやっててこんなプレイヤーは見たことねえわ。一ターン目誰も攻撃しないみたいなさ、チーム初めて見たわ使っててね、初めてだわでもね、なんかね、単純理論よ。スカバトルバフ積みに強いんだったらモーバトルも強いんじゃないかっていうね、そういう単純。行くぜデューラー、ハンマーを振り回せ、あめタウチタウチタウチ、あー溜めたら外れやすくなるからしゃあないね、それは。ねえ、嘘でしょ。はい、デューラー受けたし、そこは分かってん。煉獄長分かってんな、お前。オーケーオーケー、煉獄長お前は分かっている。なんかどっかの動画で分かっているとか言っとったな、敵に向かってな。よし、大丈夫。ここからね、一気に返せるからな。こっから一気にいけるからな。カブト小僧と、このメラミ、2手使ってんだからね。こっち2手使ってんだからね。行くよ、勝ち上げ。これもう、当たれば500ぐらい出るだろ、おい。すみません、勝ち上げ行くぜ、うわぁ !427。結構出る。さあ、メラミを。的確にメラミを。はい、せーの。カイドン煉獄長に撃つなよ。ちょっと待って、火力出したいのにさ、オムエラがさ、意外とポーカーやらかしてるから、火力出ねえじゃねえか。
さっき強かったねな。もう一回行こう。いやーいいよ、勝ちゃいいんだろう。はい、オッケー。よく勝ったね。よく勝てたな。驚きだわ。よく勝てたなって、逆にこっちの方が驚きだわ。普通の連打ね。今回は俺のスワゼが強い動画にしますか。変わるか、変えるか、名前な。ここで溜め始めるんですよ。次スペシャルカードを使うとなるともう意味が分かんなくなるんですよ、ここから。テンション上げて、で何、君はバイキルとかい、ドラム化しようよ。おいいねー。今度はどうだ、煉獄町に。せーの、はい、オッケー。強い、400も出んのかお前。いや400はやべえよ。ゆりかごばっかしてくんな。まあそれはもう寝るやろ、さすがにもう寝るだろ。ニラハーン寝る姿結構可愛いんだよな。盾が寝てるから。こいつバカですよ。起こすんじゃない?バギマンは。バギマンを起こすよ。さすがにバギマンを起こすだろ。どうしよっかな。いやもうこのターン耐えるでしょ。スペシャルカード使わなくても耐えるだろ。大丈夫?大丈夫?そんなこと言って。軽く出すぞ。いくぜー。はい。オッケー。よく当てた。はーい。はい、よいしょ。強っ。あれ?なんか貯めるときあんま変わってねえぞ、お前だ。もうやだね。あんま変わってねえぞ、ここ見てた。さあ、メラミを貯める状態で打ちました。せーの、はい、ドン。なるほどね。魔力上昇と貯めるは合算してたか。魔力上昇と貯めるって合算すんだね。じゃあ、あんま変わってないけど、50ぐらい買ってたのね、5章で。はい、お前、わぁ、なんでお前負けるの。火力出したいのよ、お前らさ、全員そういうことやり始めるからさ、もう、火力出てないじゃん。あ、でもなんかさ、貯めると魔力上昇って、あれだね。お互い重なり合うんだね。へぇ、今ちょっと新発見ですね。貯めると魔力上昇、今重なり合ったね。煉獄長のダメージでよく分かったわ。てか、なんでお前煉獄長にしか打たないの?バインドバイ、まあまあまあ、これ何があろうか勝ちなんで大丈夫なんですけどね。にしてもだよ。もうちょっとお前らコーヒー当ててくれよ。こんだけ1ターン目準備したんだからさ、ちゃんと1ターン目準備したら2ターン目で粉砕するのがスキャブトンのやり方だろ。全ての魔力を解き放った。それがやりたいだけだった。はい、終了。オッケー、よかった。さて、本戦に参ります。何やるの?何やるの?って感じがしますけど、やりますよ。いや、ですね、これね、デンタサウルスっていうのは、実はいろんなものに耐性持ってるように見えるじゃないですか。炎属性の呪文は通ります。炎属性の呪文が通るってことは、メラミが通るんですよ。で、あとはもう、勝ち上げとドラムカスラは、バフでご利用します。いや、ちょっともう何言ってるか分かんないと思うんで、皆さんついてきてください。はい、大丈夫です。一応デントダウスとかの内容の対策として組んであんだね、これ。うん。これ一応デントダウス内容の位で組んであるでよ。はい、一応ね、対策のパーティーの一つで組みました。どうでしょうか。なるほど、めっちゃ食らうじゃんって。で、デューラー。光弱点のデューラーは厳しいな。打撃耐性でカバーできないかなって思ったのにな。デューラーも、カブト小僧も、打撃耐性はあるんですけど、スターフレアが光属性なんかまずいな。こう考えると。さらに貯める。貯めるぞ。さあ。まあ、一ターン目はね、もう舐めてる。この動き舐めてるぞ。一ターン目何もしないのは。一ターン目何もしないとか、だいぶ舐めてるな、この攻撃。暗黒ゾーン。まあ、大丈夫。大丈夫。さらにバイキルド。もうこんなんさ、なんかさ、ちょっと出落ち感ない。お前ら全員バフなのかーってなる、ってなるんだろうなーっていう。それしかしないで。向こうなんかさ、それぐらいしか思わない。あ、お前ら全員バフ積むのかーって。一旦、ボコスか殴られとるやん。一旦、ただひたすらで殴られてた。1500、ここから返します。いきますよ。この一旦の火力に震えろ。いくぜー。大丈夫。ここからの火力で一気に、もう一気に1500ぐらい一旦これ持ってこうぜ。もう返そうぜ、なんなら。大丈夫、通行出ない?それ。大丈夫だ、危ねえ。
あ、意外とみんな打撃タイプ均等なんだな。カブト小僧もデューラも主人公も。こうしてみるとね。いや、スターブレアどんだけ強いんだよ、そう考えたら。普通に考えたらデューラみたいに270飛ぶモンスターもいるもんな。え、強すぎんね、それは。さ、いや、まあ、ちょっと待って。いや、もうここからね、俺、2000ぐらいさ、開いてる。2000ぐらいさ、開いてる。来たー、行くぜー。デンタ、リュート。デンタ、デンタ。デンタ、バトルマスターか。バトルマスターもいいよ。せーの、ハイドーン。いや、強い。510。でも2ターン、2ターンメラ見た方が強いんじゃないか、これもしかして。え、これもしかして2回メラ見た方が強いんじゃないか。さあ、デューラ、デューラ。デューラ、うわ、もうあれあんまり強くない。あんまり強くないさ。お前ら全員バフなのかで待ってるぞ、今のところ。勝ち上げやろう、おら。あれお前ら全員バフなのかってなって終わってるぞ。大丈夫？ねえ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 。このままやとなんか、普通になんか、なんか普通のダメージですね。負けるぞ、これ。なんか、なんかあれあれなんか普通になんか負けるんじゃねえか、これもしかして。あ、なんかこのターンでやられるんじゃねえか、もしかして。なななななな。あれなんか、お前ら全員バフなのかっていうさ、なんかさ、初見殺しで終わっちゃうよ。大丈夫？終わっちゃいそう。いや、まだ大丈夫。まだいけるから。まだまだ、ここからいけます。大丈夫です。いけます。信じてください。信じてください。なになに、急になんかさ、人狼ゲームみたいになったら信じてください。信じて。ちょっと待って待って待って。ちょっと待てよ、お前。お、ここから。テンション溜めてません。勝ち上げです。いきます。せーの。はい。うわしゃ、お前らテンション溜めない方がいいんじゃねえの?2 回攻撃した方がいいんじゃねえの？おい、嘘だろ？よけろ！あ、やばい！まだだ。ここからメラミ。テンション溜めてません。さっきはね、いろいろかけて510。これは、あ、なるほどね。2回打った方が強い。いや、ここからね、いきます。ハンマーを振りますね。ルーメッタ打ち返しに出していこうぜ。ダメだーうわーぜ、あの、ここからね、全員避けることで、勝ち進みます。いきますよ。キラッとみんな受けろ。せーの、勝負あり。出落ちだったわ。というわけで今回なんか、凄まじい出落ち感が、たなったんですけど、スケバトの、結論的に言うとスケバト知識は通用しませんでしたあの、あれだね。どっちかというとこういうバフ系っていうのは一体だけでいいんだよね。確かに。いや、もう今回爪に爪を食って出落ちのパーティーになっちゃったじゃんか。デンタリッチに全然検討できなかったパーティーが作れました。はい、というわけでね。スカバトではバフ。ボンバトではね、やっぱり2回攻撃した方が強いってことですね。はい。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。